すごい色ですね。あ、フロアサンス、あ、ありがとうございます。これ、この色は？これはオリジナル。オリジナルですか？入ってきた時にすげえ、え、なんだろうなと思って。これ足回りもかなり詰めてますよね。シャポチョウがヘタるだけですよ。いや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 。これはフェンダーとかやってあるんですか？やってないです。うわぁ、でもギリギリやな。2番乗ってるんですよ。絶対当たっちゃうのね、あの、切った時のまで。あ、22。これすごい。タイヤに行っても、あ、データがないです。あぁ。入らないです。この下の ER は何ですか？それはあれです。あの、レクソンです。あ、レクソンですか？横はまた違うんですか？レクソンなんですけど、はい、前期用なんで、あ、切って貼ってって延長してるんですよ。加工しないとつかないですか？いや、もうあの横の角もなくて。あ、そうなんですか。全部作ってます。大変。なんか普通についてるように見えるからすごいですね。前期だとここまでしかないんですよ。あ。じゃあ足して。そうです、そうです、何ですかこれ？ドンコルネオーネってやつ。あ、これですか？です DC 違う。ドンコルネオーネって言った。すごい、これレアですね。あんまり履いてる。いや、初めて見ましたね、これ。すげえ。安い。これ何 J ですか？これ8500です。ワンサイズしかないんですよ。このカラーは何かの、なんかイメージされた色とかあるんですか？いや、自分板金なんですけど。あ、じゃあ、そう。お昼休みにこう、いろんなの板金されるの。こんなもんですね。オリジナルカラー決まってますね。そう、そうなんですよ。これエンブレムはオーダーして作った。いや、これは海外のサイトであるんですか？あるんですよ。この色はね、すごくないですか？これなんか純正色オリジナルですね。板金屋さんだからってんで。ただ派手とかそういうんじゃないですかね。こんな撮ってもらえるんならエンジンルームやってくればよかったですよ。まだあの未完成っていう。あ、すげえ。あ、同色にしてるんですね。すげえすげえ。仕事って。これはまた。本当はあれですよ、カバーはね、このあるんです。ここについて。すげえ。これはいいですね。楽しみですね。今オーバーフェンダーやろうと思ってて。え、マジですか？じゃあまた変わりますね、かなり。そうですね。オーバーフェンダーやると結局ほぼほぼ塗りなんで。ああ、そうですね。オールペンか。ああ、まあやんなきゃなんないわけですね。